どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間に皆さんの大好きな曲をですね、このちっちゃいウクレレで弾いて歌う弾き語りがもう簡単にできちゃいますよということで、日々簡単ウクレレレッスンを公開しております。今日も張り切ってレッスンスタートしていきますよ。今日取り上げたい曲は梅雨の時期に歌いたいこのねすげえ曲いきます。はい、ドン。井上陽水さんの傘がない。これはですね、とうとうこの曲を奏でる時がやってきました。この曲はなんと1972年のリリースということで、私、ガズが生まれた年ということになっておりますけど、どうやらね、ウィキペディアで調べてみたらですね、学生運動がこう、すごくこう盛り上がって、もうちょっと下火になりかけたぐらいの時にこの曲がバーッとこう、彗星のように現れてね、もうなんかすごい、インパクトを与えたみたいな感じだったらしいんですけど、まあ今聴いてももう、ひっくり返るぐらいのインパクトでですね、もうなんかもう一回聴いた日にはですね、もうずっと頭の中流れてる。やばいやつです。ウクレレで力強く奏でていきましょう。さあ、本日はですね、Gラボの、はい、ガズモデルウクレレチェリーサンバーストモデル。かっこいいですよね。はい、それとね、シンプル簡単バージョンでは、こちら初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていきます。初めてウクレレはなんと Amazon で即座にゲットできるようになってますんで、ぜひ皆さん Amazon で初めてウクレレ調べてみてください。はい、そしてですね、お知らせなんですけど、今映ってるこのガズレレ本たち、楽譜の本たちなんですけど、はい、8月17日にこの黄緑の本も新たに出版されます。で、これね、20万部突破になっております。ということで、今年の8月にガズレレフェア開催。フェア開催の、店舗さんで、ガズレレ本を買っていただいた方には、ここにも書いてあるように、ミニノートブックをね、漏れなく全員にプレゼント、プラス、抽選で3名様に、こっちの初めてウクレレがサイン入りで当たるよというね、キャンペーンが行われます。ぜひ皆さんね、その時期にね、ゲットしていただきたいなと思うんですけどね、ちょっと追加でお願いなんですけど、皆さんの行きつけの書店さんとか、楽器店さんなどに、ガズレレフェアやりますかって聞いてください。もし、今年やらないんですって言ったら、やってくださいお願いしていただけると嬉しく思います。はい、そしてこの黄緑色のソングブック6。こっちはですね、Amazon で予約になってるんですけど、今言ったようにね、ガズレレフェアで買ってもらった方がね、ノートとかもらえるしいいかなっていうのと、あともう一個、この本の出版を記念して、インストア無料ライブが行われます。ちょっとね、詳細は今週、公開できると思うんですけど、そのインストア無料ライブ、めちゃくちゃ盛り上がるライブイベントなんですけど、参加方法は、そのインストアライブを開催してくれるお店で買ってくれるとか予約をしてくれるということになってますんで、どっちにしろ Amazon で買うのもうちょっと待ってもらった方がいいかもだけど、Amazon も予約してほしいなみたいな、そんな感じでございます。よろしくお願いします。さあ、レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超初心者バージョンをゆっくりやります。はい、熱くいきましょう。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンは何とも言えないこのね、ふんわりしたゆったりリズム、このねリズムはすごいね、大人のリズムなんですよ。ちょっと後で詳しく解説していきますけれども、これかなり簡単そうに聞こえて、このふんわり感を出すのは奥が深いという、かっこいいバージョン、お楽しみください。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ、まずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生自分で大好きな曲自分で歌えるわけですからですね。今まで聴いてたのが、もうガズレレで音楽を聴くからやるに変える。ぜひ始めてください。それではレッスン入っていきましょう。傘がない、ガズレレで簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。 1, 2, 3, 4。書いては自殺する若者が増えている。今朝来た新聞の片隅行かなくちゃ
君に会いに行かなくちゃ、君のお持ちに行かなくちゃ、雨に濡れ冷たい雨が今日さんのもう伝説的名曲、もう歌い出しのインパクトがもう半端じゃないですけれどもですね、まあとにかく、まあこのね、日本が誇る名曲をやっぱりガズレレ YouTube でも取り上げないわけにはいかないぜということで熱くやってますけど、歌がもうね、これ原曲キーなんですよ。なので男性陣はですね、歌いやすいかと思いきや歌い出しとかめちゃくちゃ声高いんです。都会ではめちゃくちゃ声高く張り切ってもう張り上げてください。はい、ぜひこれ取り組んでもらいたいんですけど、この曲結構ね、まあ、ゆっくりな曲で結構原曲だと長いんですね。もちろんガズレレショートカットアレンジバージョンでお届けさせていただいてるんですけど、今のこのガズレレアレンジバージョンでもかなりね、それでもね、ガズレレのレッスン動画にしてはもうかなり長いです。3分40秒とか50秒とかこのぐらい、4分まではいかないけどあるというね、ショートカットアレンジでもですからね。はい、なんでこれをまず練習していただいて、慣れてきたらフルコーラスやりたいと思った方、このね、ガズレレコードを基本にして2番のコードとかを書き加えてですね、オリジナルの楽譜を作って、いずれはねフルコーラスやってみてください。まずはガズレレで練習開始。ガズレレの動画にはですね、歌詞とコードが出てますから、それ見ながらウクレレ持って練習してもらって、1個目のゴール設定としては今の簡単バージョンのガズさんに合わせて一緒に演奏できたら素晴らしいと思います。これはね、簡単っちゃ簡単なんですけど、その簡単の奥にものすごい深さがあるんですよ。歌のタイミングとか、まあそうですね、まあこれやっぱりリズム感がかっこいいバージョンでは特にですけどね、今の簡単バージョンは4つ弾きだったんですけど、なんかね、これ簡単なんだけど、だからこそある奥深さみたいなのを感じ取っていただけると、やってみたらわかります。なんかね、陽水さんの雰囲気がね、出せそうで出せないみたいなところがあるんですけど、それはね、どんどん回を重ねて掴み取っていけると思います。はい、で、まあ練習をしてもらって、ガズさんの簡単バージョンと一緒に合わせてできるようになった方、おめでとうございます。次のステップ、どんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube 一切見ずに、皆さん一人で歌ってリズムを乱して音楽を乱す。これをやっていただきたいというふうに思うんですけど、とはいったって歌詞とコード全部丸暗記するのはやっぱ最初はちょっと難しいでしょうから、まずは楽譜練習がいいと思います。楽譜を見ながら何回も何回も歌って練習している口に覚えちゃって、それこそ夕日に向かって、雨の夜空に向かって、今が梅雨の時期ですから雨に向かって歌う。これがいいかなというふうに思うんですけど。でも楽譜ってどこにあるのという声が聞こえてきそうですから、安心してください。今のね、ガズの演奏は、このガズがいつも手書きで書いてある、このノートに書いてる、ガズがこう手で書いてる、このノート、
これを、この楽譜を今見てやっていったんですね。これもうちょっとしたらこんな風に大きくして、みんなもこんな風に書いてみたらいいやんということでシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、ガズクラブが始まっています。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲、お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにね、ご活用していただけるというね、画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にも、めちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね、大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、とんガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですから、ちょっとね、ハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円で、なんと、毎週2回、ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでね、リアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのところみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のね、レッスンとか講義も全部ね、見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと、毎朝7時半から、スタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でも、いつでも、どこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと、概要欄に、詳しく案内貼っておきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは、楽譜の方を見ていきましょう。傘がない。井上陽水さんの1972年リリースの名曲です。はい。これ、簡単バージョンからワンブロックコード4つだったんですよね。ちょっと見づらいかな、これ。Am7Am。これでワンブロックなんですね。で、ここの2ブロックは伸ばす。で、ここからリズムが入るんですけど、最後止まるということなんですね。まあ、これでちょっとご理解いただきたいと思いますけど、ゆっくりなんでワンブロックコード4つ、簡単バージョンからいけると思います。で、曲の中は、見てもらったらわかるけど、すごいシンプルなんですよ。はい。だけど、言葉のタイミングとか、まあ、ためとか、やっぱりちょっとブルージーな、歌の感じがいいですもんね。この辺はね、やっぱりこう、ニュアンスを感じ取っていただければというふうに思います。こんな風に映しておくので、一時停止で皆さん、まずイントロと A メロ、書いていってくださいと。はい。そして今紹介させてもらったガズクラブで、今映ってるこのガズさんの手書きノートのデジタルデータをお手元にダウンロードしてご活用いただくのはめちゃおすすめです。ガズのノートの特徴は歌詞の上にこう点とか V が書いてある。これ何かというと言葉のタイミングがわかります。ちょっとやってみると、せーの、はい、都会では、でで A マイナス。では、自殺する、すで G7。する、わかも、ので F。こんな感じですね。これめちゃくちゃいいガイドになってですね。ガズのね、ノートはもうヒントが盛りだくさん。あとはね、歌詞カードには出てこない、こう伸ばすところ。こういうのがね、ほら、こういうのって歌詞カードには書いてないんですよね。このね、言葉のタイミングめちゃくちゃわかりやすいし、ワンブロックに対してのこの言葉の位置関係で、リズムがわかるというね、とんでもないね、情報が詰まったこのガズレレノート、ぜひ、ガズクラブでゲットしていただくのをおすすめですが、お時間ある方は一時停止で書いて、この通りに書いていくといいと思います。はい、どうぞ。まず、イントロ、A メロ。はい、じゃあ次、サビです。1回目のサビ。で、ここ、行かなくちゃをやって、ここら辺がね、いいんですよね。はい。で、ここで、注目なのは、ここで、ちょっとコードが変わっていたり、上の段は簡単バージョン、下の段、コードはかっこいいバージョンで使います。あと、ここ、タタタタタとか、タタタ、こういうの出てきますからね、かっこいいバージョンではこういうアレンジをしていきます。はい。まず、ここをくくってちょっとサビということをしたんですけど、ここから間奏ですね。ちょっとここだけ間奏のところだけワンブロックちっちゃくなってます。ここからオリジナルアレンジですね。で、本当はこうギターソロみたいな感じでやるんですけど。で、もうね、最後の最後のエンディングの、サビの畳みかけをこう、繰り返して終わるというのがガズレレアレンジになってます。はい。コード進行超シンプル。ただし、言葉がもうエネルギーがすごいですから。はい。ここもタタ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 ね。こんな感じになってます。はい。これで、ボリュームあります。超ゆっくりなんでね。
はい、ゆっくり書いていってください。はい、じゃあコード見ていきましょう。今日出てくるね、コード。これ赤く囲ってるのがかっこいいバージョンで出てくるコードなんで隠しておくと、今日はね、コード6個ですね。言っていきます。CAm、FDm、G7、E7 ですね。今映ってるこの6個はもう超入門コードのグループで安心なこれです。ガズレレ必須コードのグループでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループなんです。10個あるのと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たらめちゃ簡単。でもね、10個いっぺんにどんどん覚えようと思うと頭ごちゃごちゃに混乱するんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄にめちゃめちゃ詳しいいい動画貼ってあるんで、ぜひそれ見て覚えちゃってください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。というその前にですね、やっぱこれは歌ですね。今簡単バージョンを見てもらったらわかるけど、コードも簡単コードばっかりだし、リズムも超ゆっくりでしょ。だからやっぱ結局ね、その歌の表現がすごくこうなんていうのかな、ボリュームを占めてるというか、スペースを占めてるってことですね。都会では、この最初の歌い出しのインパクトすごい強いってことなんですけど、やっぱブルージーにちょっと歌うのがかっこいいのかな。これね、僕も井上陽水さんの映像をいろいろ見たんですけど、ライブの映像がすごいかっこよかったんですよね。野外ライブの、映像、ライブ映像が上がってたんですけど、それがすごくこう、なんていうのかな、力が抜けていてですね、なんか本当に自由に歌われてる感じがして、ああいうなんか演奏は本当になんか、なんかこうきっちりしたね、演奏じゃないんですよ。これラフなんですよね。ラフイコールやっぱブルースとかこう、R&B にも通じる、なんていうのかな、その時その一瞬のこの言葉のリズムみたいな、そんななんか自由さを感じるというかですね。それに、このスローなテンポと、この歌詞の内容と、あと当時のね、その70年代という、70年代の頭というなんかその時代感とかが、まあそれが独特のね、この気配を漂わせてるんですけど、そのね、匂いをね、やっぱ自分にまとって、ゆったり気分で、ゆったりなんだけど、ちょっと感情の高まりがあるみたいな、それを歌で表現するのがポイントになるかなと。よく聞き込んでやってみましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンではコード1個追加。Bm7-5。これがね、ちょっと渋いコードなんですけどね、解説していきます。押さえ方の解説としては2つあります。Dm、入門コードの Dm を押さえておいて、小指で1弦の2フレットを押さえる。こうやって覚えるパターンが1個。あともう1個は G7、入門コードのうちの G7 を押さえておいて、4弦の2フレットを親指でギュッと押さえるパターン。これどっちでもいいです。いい音でしょ？いい音。もちろん、押さえてる場所は一緒なんで、どっちでも一緒ですよ。で、助言といたしましては、ウクレレを持つ位置が高い人は、Dm に小指がいいです。ウクレレ、ガズはウクレレ持つ位置が低いんで、ウクレレ持つ位置が低い人は G7 を押さえて親指の方が押さえやすいかな。ちょっと押さえづらいコードですけど、いい響きがめちゃいいですよ。これが、それはいいことだろうと、ここでもう泣きのコードが入る。かっちょいいんで、ぜひやってみてください。はい、そしたらここからリズムですけど、今日のリズムはね、ちょっと、なんちゅうかね、言葉にするとすごいね、難しく感じちゃうかもしれないけど、一応こんな感じかな。6連のストロークのリズム、あんまり出てこない。6連のストロークのチャというような言葉にしましたけど、どういうことかっていうと、これね、今までリズムでこのリズムはまあ解説されてないんですけど、3連のリズムっていうふうに言っていたかもしれない。3連のリズムって言ってたかもしれないんだけど、なんか今日はね、こう6連っていう言葉がちょっとひらめいたんで、一応これで説明させてもらいます。これはちょっと解説動画がないんで、ちょっと今やってみると、じゃあ Am を押さえて、今日のリズムやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ドンズ叩いて、タカタカ。1、2、3、4、5、1、2、3、ダンズ叩いて。これで、1、2、3、4、ダンダカダカ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 、ワンダカ、ツーダカダカ、スリーダカダカ、フォーダカダカなんですね。そこにチャが入る。ダンダカダカ、チャカツカダカ、スリーダカダカ、パカタカダカ、こんな感じです。だから、ワン、ツー、スリー、フォーのワンの時に、ダダダダダダって6回弾くわけです。ダガダカダカ、ダカダカダカ、ダカダカダカ、ダカダカ。だから6連と言ってます。1、2、3、4、5、6、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 これでワンブロックです。とか言ってはこんな感じです。このリズム、これをふんわり、これはだから16ビートにも通じる手首の柔らかさと体のこのしなやかなこの動き。しかもこの曲ってロックみたいにこうグイグイパワフルじゃないんですよ。めちゃバラードなんですよね。だからこれは
力強いっていうよりはかなりのこの脱力感というか安入いな、なんかこうふんわりした感じが大事になります。ちょっとこの A メロのコード進行で練習してみましょうか。茶の位置も関係してくるんでね。はい、ゆったりいきますよ。まあ2、3、4。G7。そうそうそう。ダンスごとダン。これがだから今聞いてもらって分かると思うけど、ダンチャカタカチャカタカタカダンと、だからダンとチャの以外のところはもう本当に触ってるだけ。ダンサワ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 です。ダンサワサワチャカタカ。サワサワサワ、ほら本当にこの3弦と4弦を本当触れてるか触れてないかぐらいの柔らかさ、わかる？深いよ、リズムがね速くなっちゃうから。これをゆったり、この柔らかい感じとこの茶と茶とこのメリハリですね、これが今日のポイントかなと思います。はい、これがまあほとんどメインです。でイントロ解説してみます。イントロ最初は伸ばします。でーでーでーうんでー、こんな感じですね。でここからリズムが入ります。はい、ここです。ダンドコドコダンドコドコダンドコドコチャカタ、こんな感じですよね。ワンブロックコード4つだから、ダンダガダガ、この G7 の時にチャを入れられないから、ダンドゴドゴ、ダンドゴドゴ、ダンドゴドゴ、チャカタカタカ。1回目はこう。で、次は、ダンドゴドゴ、ダンドゴドゴ、ダンでこう止まって、どうかいってはって入っていきますからです。はい、この辺のワンブロックコード4つのところの1箇所でチャが入るぞということでございます。はい。で、あのふんわりしたリズムでずっといきます。で、唯一変化が訪れるのは、1回目のサビ。行かなくちゃ君に会いに行かなくちゃ、君の街に行かなくちゃ、雨に濡れ。ここの雨に濡れのとこで、ダダダダダという決めを入れるんですけど、サビやってみましょうか。行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、君の街に行かなくちゃ。ここ。雨に、ここはだからまあワンブロックずっとダッタ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 ンダンダガ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 ってこう盛り上がっていってもいいかな。ここはあのかなりね自由度高いです。全部ダッタ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 ッに入っていくのもいいと思うんですけど、ここはなんかだからダン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 ってこう抑揚がつくとさらにいいかもしれないですね。ここはあのなんていうのかな、ドラムとかあの井上陽水さんのアレンジだといろんな楽器がこう決めて入ってるんで、まあ、ウクレレ一本でやるにはあえてちょっと大げさに強く入って弱くいってこう最後盛り上がって次のバースに渡すみたいな、このダン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 入っていくのがいいから、この辺はねちょっとあのニュアンスが出すところとしてはいいかな。でここ E7 のとこでカッティングを使ってもよりベターですよ。今左手で音止めてるんですけど、ここでもリズムが寄れないように気をつけましょう。はい、そしてここから冷たい雨が今日は心に染みる、こんな感じで同じリズムでコードとコード進行変わってくるということ、これがもうかっこいいんだよな。ここがすごい、ここがねめっちゃエモいとこです。でそれはで Bm7-5 いいことだろう、ここは止まる感想に入っていく。ここも A メロと同じ感じで演奏していくということで、あとは繰り返しで、行かなくちゃ君に会いに行かなくちゃを 3回繰り返して、終わっていく。でダタタタタでも入ってきますから、そこはねあの毎回同じじゃなくていいですよ。もうそこのタタタタタタ E7 のタタタタは毎回雰囲気が変わってもすごくいいと思います。ただしリズムは変わっちゃダメですけど、この同じ安定的なこのちょっと安入いなあのこう脱力した感じのゆったりビート、これを継続するのがですね、このね
あのなんていうのかな、このねだるさを表現するのって結構やっぱ奥が深いんですよね。奥が深い、もう本当にね大人なリズムだなと思いましたね。脱力でこのなんていうのかね、かっこいいよね。ただこの雰囲気はねなかなか本当にあのゆったり練習してください。あんまりこう張り切ってやるもんじゃない、脱力ですから。はい、力をどれだけ抜いてこうしなやかにふんわりいけるか、これがリズムのポイントになると思います。あとはもう歌ですよ。弾き語りは歌中心ですからね。もう井上陽水さんのこの歌詞をもう読み込んで、もう頭に入れて映像を浮かべて感情を込めていきましょう。さあそれではかっこいいバージョンやっていきますよ。井上陽水さんの傘がないガゼレレ流かっこいいバージョンやってみる。名曲傘がないガゼレレ流かっこいいバージョンやってみました。もう何とも言えないこのね大人の色気というか、あとはこうエネルギーとパッションがこう詰まったですね、ふんわりアンニュイな曲、不思議な魅力だわ。しかもこれもう頭にこびりつくメロディー、もう今年の梅雨はこの曲でもう頭ぐるぐる間違いなしですね。まあ、ぜひぜひこれはですね、あの簡単だけれども
奥が深い。一番これが分かりやすい説明かと思います。あのやろうと思ったら簡単だけど、本当に味があるいい表現をしようと思うと本当にね、あの深いと思います。ぜひゆっくり取り組んでみてください。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、このデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、楽譜の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さん、リッドミュージック社さんから、ずらずらずらーとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけども、すごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって、入れてもらうと、わーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。でね、これね、簡単アレンジの楽譜しか書いてないんで、皆さんかっこいいバージョンやるときは、ここのね、楽譜に手で書いていくんですよ。このかっこいいバージョンのコードとかを。そして世界に一冊の自分だけの本を作っていく、そういうスタイルになってます。今年の8月に新しいソングブック6が出る予定です。皆さん、チェックよろしくお願いします。それと、ガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とか、タブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜。で、こっちの楽譜は、ガズレシピの楽譜は、かっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しく、まずね、アプリのインストールが無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども。でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネル、ガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私、ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね、概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと、本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、キャップだったり、いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね、これ、ここのガズレレ .com、このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページ、よくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことは、ここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くよりやろうが最高。楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。